見える海カメラマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。本日もですね、思考は現実化するのその2に入ります。その1はですね、なんでこう素粒子君がですね、こう物質化現象していくのかっていうところで,で、だから思った通りですよっていうところをお話しさせていただきました。で今回その2はですね、じゃあ私一生懸命こうやってんのに、なんでこう実現しないのかと、その実現化しないところのですね、仕組みもお話ししたいと思います。では、画面の共有に入ります。 量子力学的な思考の現実化。で、その2がですね、この実現しない人の仕組みだと。まず、実現の仕組みなんですけれども、素粒子君の不思議な特徴、こちらはラズロー、アービン・ラズレ博士の文章なんですけれども、皆さんが観測または測定されるまでは、量子素粒子君はですね、特定な性質を持ちません。 で同時に複数の状態でいろんな可能性で、えー、用いて、えー、偏在、あまねく存在していますよで。これらの状態は実際のものではなくて潜在的なもの、まだ物質化してないものであってで観測とか測定を受けたときに、えー、素粒子群がです、ね、こう減少化しますよというようなニュアンスです。で例えば、これ前回お話ししたんですけどもいろんな可能性を取りえます。 で、これ確率で、ここの山が高いところが存在確率が高くて、山が低いところがあんまり出てこない。自分がですね、幸せな世界とか、最悪な世界とか、愚痴の世界とか、できないとか、嬉しいとか、大丈夫とか、ワクワクとか、いろんな世界の可能性がババ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 バってありますよ。で、皆さんが意識を向けるとですね、この、あ、幸せ、幸せ、幸せだなーって思うと、その可能、性あの、この確率がピコーンとこう、確率が1に近づいて、 で、他の可能性が消えますよ、ということをやっているのが、皆さんの日常です。じゃあなんで、私は一生懸命やってるのに、うまくいかないのかと。で、実現化するのに、それはなぜかというと、いろんな人たち、自分の思いだけじゃなくって、あと社会通念とか、歴史上のずっと持ってるフォトンがこの周りに飛んでるとか、っていうフォトンの重ね合わせで、このタイムラグ、時間差がありますよと。 で自分自身の思い、フォトンだけじゃなくて、いろんな方々の思いもあるので、えー、時間差がありますよということです。で、実際に1ヶ月私やったのに、まだ全然できてないじゃんとか、結局無理じゃんって思ってしまうと。そうすると、実は全然できてないフォトン、結局無理じゃんフォトンをですね、ゼロポイントフィールドに照射してるんですね。そうすると、それの物質化現象が無理っていうことを物質化してるので、 結局ダメだということなんですね。だから自分が決めたらコツ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 ひたすら自分のミクロの層ですね。自分の目の前とか、ま自分の体の中とか、ミクロの層にやり続けていくと。で、実際にコツ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 やり続けていくっていう方でですね、ウォルト・ディズニー、ディズニーランドを作った人ですね。ウォルト・ディズニーのこの人はですね、実は結構ディズニーランドを立ち上げる前はかなり大変で、 えー、なんとですね、会社をクビになってたり、失業していたり、ですね倒産を9回もしてると。で、53歳の結構な年いってからですね、ディズニーランドチャレンジしたんですね。で、銀行にお金貸してくれって言ったんですが、こ、あのー、銀行さんもそんなね、倒産9回もしてて、この年齢だとお金貸すわけないと。で、302回も通ってですね、303回も1年半経って、ようやくですね、銀行が貸してくれたと。 で、ディズニーランドできたんですけども、実はウォルトのもう頭の中にですね、ディズニーランド見えてたんですね。で、ウォルトの、えー、有名な言葉で、私この言葉すごく好きなんですけども、えー、浪人時代の私この文章であったんですが、If you can dream it, you can do i の夢を頭の中で思い描くことができれば、それはもう自分の周波数に合っちゃってるから、それただやり続けていけば、それできますよと。頭に見えちゃったイコール、あなたができますよということなんですね。 で、そういうふうに皆さんが自分が意図すると、その周波数で実現化します。だから銀行がね、そんな無理無理ダメダメって言っても、まあ通常の人だと5回ぐらい行けばやめちゃうかなと思,思ってしまうんですが、ウォルトは300回、303回も行ったんですね。っていう形で、えー、実際に実現化しています。だから、どん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 フォトンをたくさんたくさんこうゼロポイントフィールド側にぶつけていくと。 いうことです。結局、自分の人生をどうしたいかであって、目先、こう成功したから終わりではない。自分の人生はもうあの死ぬまであ当たり前ですけど、死ぬまで人生が続きますので、死ぬまで自分がどういう周波数を響かせていくかということです。なので、まとめるとですね、自分の人生をどのようにしたいのか、で、日々瞬間、瞬間、瞬間、自分の目の前のミクロの層、お相手に対して、 自分の家族に対して、スタッフに対して、自分のパソコンに対して、車に対して、あるいは自分自身の体に対してですね、込めているものを継続していったものがですね、実はそこに意識を変えたらですね、一週間後、一ヶ月後に思わぬ展開を遂げてるんですよ。お話をいただいたり、ご縁をいただいたり。で、半年後にはものすごく大きな変化になってるんですが、そうでなく目先の成功だけで、ちゃちゃっとやってしまうと、 その成功失敗成功失敗がずっとつ続いてですね、あのー、何年経ってもこう変わらない状態になってしまうんですね。私でこの両方体験したので、目先ちゃちゃっとやってしまってですね、で、何年経っても変わらない状態と、本当にこう、丁寧に丁寧に丁寧にこう、やっていた結果本当に一、えー、日の中でも3つも4つもこう、ありがたい声をいただくような形に、ねえー、なってきますので、本当にこう、皆さんが、 いかにこう瞬間瞬間に込めてるか、だから結局ダメじゃんっていうのを意識を受けると、そこに物質化現象するから、ずっとこう自分自身がコツ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 と、えー、瞬間の丁寧に丁寧に心を込めるというふうにやっていっていただければと思います。えー、昨日がですね、第8期の開花のトレーナーコースの、うん えっと、ベーシックのですね、2日目が終わったんですけども、この1ヶ月後に皆さんとお会いするんですが、本当にこう、たった1ヶ月ですごくこう、じわじわ度っていうんですかね、周りのオーラ、空気と発信しているフォトン、空気感が全然こう、 輝きが増してくるんですねそれはその方々が感謝業を、えー、自分を褒めるをこうやっていき先輩トレーナーさんがこう丁寧に丁寧にこう寄り添っている周波数の響き重ね合わせでですね、えー、どんどん現象が起こっております、えー、本当にこう素敵な状態になっていくのでたった1ヶ月でもどんどん変わってきますのでぜひ皆さんがミクロの層に意識を込めるというふうにしていっていただければと思います。 関連動画ですね。こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。